子供欲しい子供可愛いとか言って、まあ、ペットを飼う時もそうなんですけどル若い人たちってその現実を見てないんですよねその多分まだ小学校上がるぐらい前のちゃんと喋れるか喋れないかぐらいの二等身ぐらいの子供を見てまあかわいいなとかあ ああいう家庭を築きたいなみたいなその人の一瞬を切り取ってその楽しいか楽しそうな部分を一瞬だけ切り取って本当は世話とかペットもそうですけど世話とかの方が大変なのにそこを見ないでまあ自分の理想だけを求めて結婚すると失敗すると思うんですよでもう本当に見た方がいいのは もう子供も可愛い時期ちっちゃい時期っていうのは一瞬ですからだからその中学生にも高校生にもなるわけですしもしかしたら途中で病気や事故であって障害が残ったりとか最悪死んでしまうとかそういうこともあるしでそれを生きててももし。 障害が残って世話しなななきゃゃいいいけない場合もあるじゃないですかでその障害が残ったり病気じゃなかったとしてもそのコンビニの前でたむろしてたりヤンキーになっちゃったりその自分の理想とはかけ離れたところに成長の仕方をするかもしれないじゃないですか。だかそれを見てもああ子供欲しいなって思えたらいいと思うんですよね。僕僕的にははだから僕は 無理ななんでで絶対やんないんですけどだからそういうのも踏まえて子供欲しいって思える人が子供作ったらその生涯事件とかなくなるんじゃないかなと育児放棄とかペットを捨てたりとかなくなるんじゃないのかなっていうふうに思います。